はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。えー、今回はですね、えー、細胞周期に関する計算を扱っていきます。まあ、特にこの部分の計算というのは、えー、知識をもとにして、えー、解いていくものになりますので、えー、まずはですね、えー、知識の確認を、えー、簡単にしたいと思います。 では、えー、まずね、えー、細胞周期の話を、えー、見ていきましょう、えー。体細胞分裂が終了してから、えー、次の、えー、体細胞分裂が、えー、終了するまでの、えー、過程を、えー、細胞周期と、えー、言いますよと。で、えー、細胞周期は、寒、え、気、ー、と、えー、分裂期。まあこれはね、M 期とも言いますね。えー、このまま2つに分けることができますと。で、えー、さらにね、寒気の方は、えー、G1 期という ね、DNA 合成を行う前の準備期間ですね。DNA 合成準備期というね、G1 期。そして DNA 合成を行う S 期。で、その後、分裂の準備を行う G2 期。このね、3つに分けられて、この順番で移行していきます。で、そのね、G2 期の後に M 期に入って、前期から後期までの間で、 核分裂、まあ、すなわち染色体の分配を行い、え、また、ね、その後のね、周期に、細胞質分裂、ね、核以外の分配を行いますよっていうことになります。で、まあね、すでに、まあ、勉強済みですけど、まあ、細胞周期の中では、時期に応じて、DNA 量も変化しますよっていうね、話ですね。そのお話をね、まあ、こちらの、マズでも、確認すると、 まあ、あれですね。ええー、その前のね、分裂が終わったところから、まあ見て、ね、ここから見て、えー、そこからね、G1 期、S 期、ね、G2 期、M 期っていうね、サイクルをまあ繰り返す。ええー、これがね、細胞周期で、で、まあこの G1 期に、えー、DNA 合成の準備。S 期に DNA 合成。ね、だからまあここで、えー、DNA がまあ倍になってるわけですよね。 で、そしてね、えー、G2 期にまあ分裂の準備を行って、まあ、M 期にね、えー、その染色体の分配を、えーまあ、中心に、ね、細胞分裂を行ってますと。でそれが終わったら、次の、ねえー、G1 期に入りますっていうまあ流れです。で、また、えー、DNA 量の変化に関しては、まあ、グラフもですね、えー、しっかりと理解しておいてください。まあ、これはね、先ほどの話とまあリンクしますよね。えー、最初、ね、えー G1 期から始まって、その時の DNA 量を2とすると、えー、今 S 期に DNA 合成、えー、コピーが行われるから、えー、DNA が、まあ、増えます。ねえー、結果まあ倍になりますと。で、その後、ね、G2 期は DNA 量がそのね倍の状態で、えー、準備を行い、で、えー、M 期も、ねえー、そのね倍の状態のままですよと。 でまあ分裂の終了とともに、ね、細胞1個あたりの DNA 量というのは、まあ、再び2に戻るっていうことですね。で、まあ、この流れに関してはですね、その各時期のね、えー、そのまあ図ともね、まあ、リンクするようにしておくといいかと思います。またですね、今ここの縦軸ね、G1 期の DNA 量を2として、で、一番ね、MAX の時を4ですね。 DNA 量が2から4の間でね、まあ、変動しているっていうグラフなんですけど、えー、これはですね、まあ、場合によっては、えー、この2のところが1で、えー、4のところを2として、ね、1から2の間でね、えー、変動している場合もありますが、えー、どちらもですね、これ同じことを言ってます。あ,のあくまでも縦軸っていうのは、ね、DNA 量のまあ相対値ですので、あのまあ別に、ね、ここが2、4でも1、2でもえ同じことを考えてるんですと。 で、また、ね、ここに載ってるのはね、細胞あたりの DNA 量変化を見ているわけなんですけど、あの、核あたりのね、グラフっていうのもありますので、そちらはね、ご自身で確認をしておいてもらえたらと思います。で、この後入手問題解いていくんですけど、その前にですね、ここまでのおさらい、およびね、どういうふうにね、知識を使うのかっていうのを、まあ、こちらでね、まとめていきたいと思います。まあ、3つのポイントにまとめます。 で、まずね、ポイントその1ですね。これはよく使うお話なんですけど、各時期のホニャララは、その時期のホニャララに比例するっていう。これね、何の話かって言ったら、要はですね、よくね、入試問題とかで細胞数が与えられて、でね、例えばね、分裂期の長さはとかね、換気の長さはとかね、そういう時期の長さを求める問題が出てくるんですね。で、 あの、顕微鏡を通してね、えー、体細胞分裂を、えー、観察したときって、その視野の中に、まあ、たくさんの細胞が映ってるわけですよ。で、一つの細胞をね、えー、追っかけていくっていうのは、まあ、なかなかまあ、難しいですし、えー、またですね、あの、その細胞分裂っていうのはね、えー、まあ、例えばその細胞周期がね、まあ、20時間とか、ね、まあ、長い場合っていうのは、あの、まあ、例えばですね、その何年っていうね、えー、単位であったりもするんです。だから、それをね、 ストップウォッチで測るっていうのはね、まあ、非常に効率が悪いので、えー、そのね、あのー、観察してるね、細胞数の割合をもとにして計算することが多いです。で、その時にですね、まあ、覚えておいてほしいことは、まあ、要は、あれですよね、その観察しているね、その視野の中で、例えばね、寒気の細胞が多かったとすれば、それはすなわちね、その寒気の、ね、寒気に滞在している時間が長いから、 だから、その視野の中で、換気の細胞数が多くなるってわかりますかね。で、また、ね、特にね、分裂期というのは、細胞周期の中ではね、比較的短い時間になるんですけど、だからね、その分、観察できる細胞数も減りますと。だから、こういうことが言える。各時期の細胞数。 まあ、正しくはね、その細胞数の割合ですけどね。は、その時期の時間の長さに比例します。だから、細胞数と時間は比例関係にあるよっていうことをね、まず押さえておいてください。で、また、細胞周期の回数と細胞数の関係なんですけど、 例えばね、えー、1回、えー、細胞周期を終えれば、細胞数は、えー、2倍になりますよね、えー。細胞周期をね、2回終えれば、さらに倍になると。で、えー、細胞周期を、えー、さらにね、一、えー、周すれば、ね、次は3倍。っていう感じで、えー、まあ、細胞周期ね、えー、1回ごとに倍になるから、細胞数というのは、えー、2倍、4倍、8倍、16倍。 みたいなね、増え方をしていくんですね。えー、なので、えー、細胞周期、ねえー、N 回、えー、繰り返されたとしたら、えー、細胞数というのは、えー、2の、ねえー、N 乗倍になります。まあ、これは別にね、普通に考えれば、えーまあ、その通りなんですけど、まあ、一応ね、確認をしておきます。で、 次にね、ポイント丸三番ですね。細胞あたりの DNA 量。これはね、DNA 量が2から4の間でね、変動しているとしたら、DNA 量が2の時期の細胞、2から4の間で変化している細胞、4の細胞っていうのがあるんですね。それは、先ほどのね、こちらのグラフを見ればわかるんですよ。 ね、DNA 量が2っていうのは、ね、えー、G1 期のことで。で、2から4っていうのは、このね、えー、斜めのところですよね。で、それは S 期の細胞です。で、また DNA 量が4っていうのは、まあ、ここ。え、だから、ね、えー、G2 期と M 期の細胞ということになります。だから、えー、今、えー、こちらのね、えー、ポイント3番は、えー、こう書いてください。ね、DNA 量が2の時期の細胞は、えー、G1 期。 で、2から4で変動しているところが S えそして4が G2 期と M 期。ということになります。まあ、こちらね、これらのポイントをもとに今からね、入試問題の方を解いていきます。 では、えー、まずね、入試問題、えー、1番ですね、実、え、地、ー、以下2018年の問題からやっていきます。えー、体細胞分裂を観察するため,ために、えー、玉ねぎの根炭を採取し、えー、固定、乖り、染色の処理をしてプレパラートを作成したと。で、染色には、えー、酢酸オルセン溶液を用いました。で、えー、顕微鏡で観察した、えー、細胞300個について、えー、細胞と染色体の形態から、えー、6つに分類し、 それぞれの細胞数を数えましたと。で、細胞周期に要する時間を20時間とすると、分裂期の後期に要するのは何時間ですかと。で、まあ、今回ね、丁寧にですね、換気と分裂期の細胞数はその時期に要する時間に比例しますよっていうことまで、ね、書いてくれてるわけですね。 で、まあこれはね、えそ、先ほどの、えポイント1番でね、え確認したものになります。では、えそのね、え図とやらを、え見てみましょうか。はい。で、え今ね、えこちらに、ま書かれているわけなんですけど、え今、え例えばね、この一番左の図っていうのは、そのね、角がはっきりと見えていて、え中のね、染色体は観察できないですよね。えだからもうこれ、歓気ってわかりますかね で、その後、ね、染色体の分配の様子が書いてあるんですが、このね、2番目が分裂期の前期で、で、このね、3番目が中期で、4番目が後期で、で、そしてね、これが周期。で、その直後がね、再び寒期とね、見てあげればいいですよね。 で、今回求めたいのは、後期ですよね。後期の時間を、ねまあ、求めてあげましょうねっていう問題です。で、今ね、観察している細胞数が全部で300個だったわけですよね。で、そしてね、細胞周期、 に要する時間が、ま、20時間ですよって、ま、与えられていたと。で、そしてね、ね、えー、細胞数と時間はね、あの、比例の関係にありますよとね、まあ、与えられているので、まあ、このね、300個と20時間というのが比例関係だっていうことになりますよね。で、今、ね、求めたいのは、後期に、ま、要する時間ですよね。 そうすると、後期の細胞数は、はい、6個ですよと。じゃあ、そこにね、用した時間は何時間ですかということで、まぁ、X 時間と置いてあげればいいですと。はい、ということでね、まあこれ比例式を立ててあげて、まあはい、これ解きましょうねと。で、これをね、解くと、X は 0. 4と、まあ、求まりますので、まあ、0.4時間ということですね。はい。えー、従って選択肢の中でね、えー、0.4時間探すと、はい、えー、あが正解ということになります。では、次の入試問題に行ってみましょう。えー、今度はですね、えー、大阪薬科大学の2017年の問題ですね。 で、えー、今度は、えー、細胞が、えー、全部で480個ありますよと。で、えー、それについて、えー、各時期の細胞数は、えー、下表の通りとなったということでね、まあ、ここに、えー、示されているわけですね。で、えー、また、えー、細胞1個あたりの DNA 量を、えー、測定し、えー、それぞれの、えー、DNA 量を持つ、えー、細胞数を数えて、えー、グラフにすると図のようになったということでね、えー、それもこの後ね、えー、出します。 で、その後ね、聞かれているのは、S 期及び G2 期に要する時間は、それぞれも何時間ですか四捨五入して、小数第1位まで求めてくださいと。ただし、細胞周期の長さは22時間ですよとね、与えられているわけですね。で、これね、先ほどさらっとね、やっていますけど、えーまあ、基本的にね、全体の細胞数と、 えー、細胞周期一周分の長さが与えられているときは、ね、ここがね、比例の関係になるということをね、えー、しっかりと押さえて、えー、計算に持ち込んでいただけたらと思います。で、また、ね、えー、今こちらの問題でね、まあ、結局、時間が聞かれているわけですよね。で、時間をね、求めたい。えー、じゃその時ね、その前にね、どういう考え方をしなきゃいけないのかなっていうとき、もうこのね、プロセスというのは、ね、細胞の数、 から時間を求めるっていう流れになるんですね。だからね、今このお話というのはね、S 期、G2 期の細胞数を出して、そこから時間を求めてくださいねっていう話になります。で、そのために、ね、こちらの図を使うんですよっていう話です。 で、今ね、こちらのグラフを見てみると、横軸が DNA 量で、縦軸が細胞数になってますと。ねグラフは必ずね、縦軸、横軸のね項目を確認するところから始めます。でそうするとね、DNA 量がまあ1と2って書いてあるわけですよねで。これ何を意味してるかって言ったら、ここからね、その細胞の時期がわかるんじゃないですか先ほど、 DNA 量が2から4の間で変動しているときは、DNA 量2が G1 期の細胞で、2から4の間が S 期。そして4が、ね、G2 期と M 期っていう話をしましたよね。で、それは DNA 量が1から2の間で変動しているときも同じように考えることができるよとだ。だから DNA 量1っていうのが、ね、この、ね、グラフが、 え、G1 期のね、え、細胞が186個ありますよっていうグラフであって。で、え、その後ね、1から2っていうのはここのことですね。え、つまりこのね、67個、56個、63個っていうところです。え、これが S 期の細胞の数ですよと。え、そして DNA 量が2っていうところ。ね、え、ここが、え、G、 G2 期と M 期ですね。それが合わせて100個ありますよ。これがポイント3と結びつくグラフになります。はい。そうすると、今ね、前のページに戻って、換気の細胞数がまず450個とね、与えられてましたよね。 そしてね、まあ、全細胞数が480と言ってるから、M 期の、えー、細胞数は残り30個ということになります。まあ、それは、えー、ここをね、えーまあ、合計しても、えーまあ、出るはずなんですけど、ねまあ、これ合計しても、まあ、30個っていうのは、まあ、わかりますよね。はい。ということはですよ。えー、今、ねえー、M 期の、えー、細胞数が30個、 と求まっているのであれば、えー、G2 期の、えー、細胞数は108から30を引いて78個ということになります。でまたね、ね、えー、ここの、ね、S 期の細胞数はね、えー、67たす56たす63ということで、えー、これ足して、えー、186個ですね。はい。ということで、ね、もうここで、えー、各時期の、えー、もう細胞数がもうすべて分かったということになります。 で、えー、今ね、えー、求められているのは S 期と G2 期の、えー、時間の長さですね。えー、なので、じゃあ S 期からね、考えてみましょうか。で、えー、まずね、その前に確認しておくのが、まあ、全体の細胞数が480個。で、えー、細胞周期の、えー、長さが、えー、22時間ですよね。 で、今ね、S 期の細胞数は186個。で、はい、じゃあ今、S 期の時間は何時間ですかということで、まあ、X と置いて、はい、比例式立つってわかりますかね。で、またね、G2 期の方も同じようにね、考えればいいです。はい。 で、全体の細胞数と細胞周期の時間をまずね、比で書いてあげて、で、今度ね、G2 期は78個と求まっている。で、その G2 期に要する時間を湧いとおけば比例式が立ちますよね、と。で、これね、それぞれ計算したら答えが出るわけなんですが、 で、まず、X の方は、こちらのね、比例式計算すると、8.525と出てきます。で、小数第1位まで求めてくださいね、ということで、小数第2位、ね、四捨五入すると、8.5。はい。ということで、S 期は8.5時間というのが答えになり、 また、y の方は、計算すると、3.575と、求まるので、これを死者誤入して、3.6時間という感じで出てきます。はい。ということでね、s 機の時間が8.5時間で、g2 機の時間が3.6時間。 ね、え、こちらが答えになります。だからね、あのー、ま、この手の、ま、問題のアプローチっていうのはね、もうとにかくね、細胞数と、ね、その時期の時間の長さですね、え、それが比例関係だよっていうね、ま、とにかくそこに行き着くようにアプローチしてもらえたらと思います。では、今度入手問題の3つ目に行きたいと思います。中央大学の2019年の問題です。 新核生物の細胞周期の過程を調べるため、以下の実験を行った。ある新核生物の細胞を適切な条件で培養して、一定時間ごとに細胞数を測定した。次のページの図1番は、盛んに増殖している時期における 1ml の培養液に含まれる細胞数と培養時間の関係を解析した結果で、増殖の様子を型体数メモリーで示したものですと。 で、えー、聞かれてるのは、えー、細胞周期の、えー、まあ、時間ということですね。で、えー、図1から推定し、えー、まあ、自然数で答えてくださいねっていう、まあ、お話なんですが、じゃあね、そのね、えー、図1番とやらを見てみましょう。はい、そうするとね、まあ、こちらのグラフですよね。で、えー、もうこれね、もうアプローチのね、仕方っていうのはもう結構ね、決まっているんですね。で、えー、これはね、もうちょっとね、覚えておいてほしいんですけど、えー、細胞数が、 2倍になっているところを探しましょうねっていうのね。これね、合言葉として覚えておいてもらえたらと思います。ただし、このね、対数メモリをですね、ちょっとね、理解していないと、これができないんですね。 で、えー、対数メモリっていうのがね、そもそも何なのかっていうと、まあ、普通、メモリって言ったらね、12345678910ね、11121314みたいな感じで増えていくじゃないですか。えー、だけど対数メモリっていうのはね、えー、10のね、えー、指数になってるんですね。えー、まぁ、あ、ここがね、一番最初が10の0乗でね、それがまあ1です。で、えー、次のね、ところが10。 そうするとね、ここまでだったらなんか普通に見えるんですけど、次がね、100なんですよ。だから、10の0乗、10の1乗、10の2乗、10の3乗っていうね、メモリの取り方をしてるんですね。で、このね、じゃあ、その間のメモリはって言ったら、こういう風に見てあげればいいです。ね、ここがですね、まあ、2と。で、次が3。で、次が4。 っていう感じで、5,6,7,8,9,10。まあ、ここまでは普通。じゃあその後ね、どう見るか。10の後ですね。はい。ここは、じゃあどう見るか。2×10 です。まあ、つまり20ですね。で、次のところが、3×10。つまり30。で、次のところが、4×10。つまり40。 だから、このね、10から100までのところは、ね、10、20、30、40、50、60、70、80、90、100っていうふうにメモリを読み取るんですね。まあ、その後は、ね、次100の後はね、200、300、400、500、600、700、800、900、1000っていう感じで、これ見ていきます。じゃあそこでね、今、あの、点がね、あのー、プロットされてるんですけど、細胞数が2倍になっているところを探してください。 はい。そうするとですね、今、ここが10で、で、ここが20ですよね。つまり、細胞の数が10個だったのが、今、ここでは20個になっているよと。はい。ということで、今ね、ここで細胞数が2倍になっているってことが、わかります。そうすると、こうでしたよね。 細胞周期ね、一周するときに細胞数が2倍になると。つまり、今この間で細胞周期ね、1回分の分裂が行われているわけです。だからね、細胞周期っていうのは、ね、この差の時間ということになります。だから今ね、この10個だったのが22時間。 えー、ごめんなさい。えー、これね、えー、24時間ですね。で、えー、今、その後ね、えー、ここ、細胞数が20個になったところが、えー、36時間ですね。はい。ということはね、えー、この間は、ね、この間の時間は12時間ということになります。 はい。えー、従って、ね、細胞周期に要する時間は、このね、12時間というのが答えになります。で、今、ね、えー、これはですね、まあちょっと、あの、霧のいい数で、まあ見たんですけれども、えー、実はね、えー、例えば、ちょっとね、えー、色を変えますが、あの、ここで見ても、まあ実は細胞数2倍の関係になってましたよね。だって、えー、ここが5で、 えー、その後、ここが10だからね、5個から10個っていうところで、えー、ここ2倍の関係。で、そこのね、えー、時間差を見ても、12時間っていうのは、えー、実は読み取れたわけですね。で、また、えー、まあ、ここですね、えー。ここで、まあ、見ても、まあ、やはり、えー、同じことが言えましたよね。えー、ここが、まあ、20個で、えー、ここが40個です。ね、だからね、20個から40個2倍の関係になっていて、 で、そのね、差を読み取っても、12時間になってますと。まあ、えー、今回はね、まあ、このグラフっていうのはね、ちょうどね、2倍になるところをね、えー、プロットしている、まあ、グラフなんですけど、えー、実際のね、入試問題っていうのはね、えー、それはもう自分でね、その場所を探さなきゃいけないことの方が多いです。ねえー、だからこちら、ね、細胞数が2倍になっている、ね、その2点間を探して、えー、それでね、えー、問題を解くっていうことを、えー、してもらえたらと思います。 はい、えー。ということでですね。まあ結構ね、あのー、こちらのプレミアムの方では、計算問題多めにやっているんですけど、それはなぜかというとですね、あの、計算というのはね、あの、ある程度慣れてくればですね、そこはもう得点源になるんですね。だから、まあ知識はね、しっかりと覚えてもらって、その上でね、ぜひね、計算もね、得点源にしてもらえたらと思うんですよ。そうするとね、あの、合格率がね、飛躍的に上がると思いますので、 ぜひね、あの、計算問題、ちょっとね、苦手だったとしても、えー、なんとかね、えー、頑張ってもらいたいなと思います。では、えー、今回の授業は以上となります。お疲れ様でした。